おはようございます。いばけら TV モーニングの時間です。番組を担当するのは私、学生パーソナリティの飯村里奈です。よろしくお願いします。今朝はあまり寒さを感じずに気持ちよく起きることができました。それでは今日の茨城県内のお天気をお伝えします。本日3月8日金曜日のお天気は、晴れのち曇りです。最高気温は21度です。おととい頃から暖かくなってきましたが、朝晩の冷え込みには注意が必要です。以上、お天気の情報でした。それでは本日の茨城県内の新聞を見ていきましょう。まず一面記事の紹介です。新土浦共同病院10日着工、診療科目増設へ、15年6月会員目指す、周知熱意感じた、五輪評価委員長東京調査が終了。以上、一面記事でした。続いて注目記事の紹介に移ります。はじめに紹介する記事はこちらです。観光案内所を新設、来春完成予定、県特産物 PR や販売も。偕楽園の利便性と魅力向上に向け、県は来春に観光案内所や休憩施設などの機能を併せ持つ偕楽園インフォメーションセンターを水戸市常盤町の偕楽園東門付近に新設します。偕楽園の案内のほか、県内の観光地や特産物を PR するのが狙いで、建設費用の一部に市民団体が偕楽園などの復興のために県に寄付した義援金を充てます。今年の夏ごろ着工し、来年の水戸の梅まつり開幕までの完成を目指します。偕楽園インフォメーションセンターは2011年3月末に閉店した民間の売店、見晴らし亭の跡地を活用しています。偕楽園では梅まつり期間中などに特設の案内所が設置されますが、これまで常設の観光案内所はありませんでした。計画では床面積160平方メートルの木造平屋建てで、公文亭をイメージしてデザインされました。園内の情報提供や案内のほか、県内観光地や特産物の PR、販売、観光客の休憩、救護、貸しロッカーによる手荷物一時預かりなどの機能を併せ持ちます。偕楽園インフォメーションセンターの概要について、関係団体や学識研究者による基本設計懇談会が昨年9月から検討を進めてきました。県公園街路課は、来年の梅まつりに向け県内の観光 PR を強化するのが狙いで、偕楽園来場者に他の観光地も周遊してもらいたいとしています。そして飯村里奈の注目記事はこちらです。飲食店マップ作成、牛久駅前活性化、市民団体が奮闘、56店舗紹介、食べ歩き狙い。太田次郎代表の市民団体牛久駅前活発化実行委員会は、 JR 牛久駅周辺にある飲食店56店舗を地図にまとめた牛久駅周辺活発化マップ、飲食マップ編を完成させました。マップを活用して食べ歩きをしてもらい、牛久駅前の活性化に結びつけたい考えです。マップは5000部を作成し、各店と市役所で配布しています。
2010年3月に発足した牛久駅前活発化実行委員会は、奇数月にイベントを開くなど、駅前のにぎわいづくりに取り組んでいます。駅前にどういう店があるのかわからなかった、と牛久駅前活発化実行委員会のメンバーの一人が打ち明けました。市民や観光客への情報発信が不足している。牛久駅前活発化実行委員会は昨年11月、地図作りに着手しました。地図作りにあたり、食べ歩きができるマップを方針に掲げました。掲載する範囲を徒歩で回れる距離に絞り、駅から半径約400メートル以内の店を調査しました。市商工会の協力を受けながら、牛久駅前活発化実行委員会のメンバーが一軒一軒歩いて回りました。マップにはラーメン、和食、居酒屋、喫茶などジャンルに分けて店が記されており、市観光協会のマスコットキャラクターカッパのQちゃんをイメージして緑色を基調にしました。大きさは縦50センチ、横35センチです。太田代表は、まずは市民に知ってもらい、駅前をにぎやかにしたい。今後は八百屋編などの続編を出したい、と話しています。徒歩で回れる距離というのがとても魅力的に感じました。続編も楽しみです。以上、茨城新聞朝刊ピックアップでした。続いてはインフォメーションのコーナーです。偕楽園では今月31日日曜日まで水戸の梅まつりを開催しています。園内はおよそ3000本の梅の花のすがすがしい香りに包まれています。また10日日曜日までは開園時間が午後9時まで延長され、ライトアップされた幻想的な梅や竹林をお楽しみいただけます。さらにイベントも盛りだくさん。9日土曜日、10日日曜日の2日間は手綱木広場で茨城復興県産品祭り2013を開催し、県の特産品などを展示販売します。その他9日、16日、23日には高校生による野立茶会を、さらに期間中の日曜日は完売デーとして太鼓や舞、三味線の演奏などいろいろなイベントを行います。お問い合わせは偕楽園公園センターまでお願いします。入園は無料です。皆様ぜひ偕楽園へお越しください。3月11日月曜日と12日火曜日に、大学生などの就職を支援するための頑張って茨城就職面接会&企業説明会を水戸市にある茨城県水戸合同庁舎で開催します。今年の3月に卒業する大学生などを対象とした就職面接会は、3月11日月曜日午前10時から12時まで行います。また11日の午後2時からは、医療福祉分野の企業による企業説明会も開催されます。さらに12日火曜日は、来年3月に卒業を予定している大学生などを対象とした企業説明会を開催します。茨城県内の企業が多数参加します。就職の機会を広げる絶好のチャンスですので、ぜひご参加ください。参加費は無料で、事前の申し込みも不要です。参加事業所の一覧など詳しい情報は茨城労働局のホームページをご覧ください。茨城県天真記念いずら美術館では、4月7日まで企画展最高第97回院展茨城いずら展を開催しています。最高院展は、岡倉天心没後の大正3年に横山大観らによって再興された美術展覧会で、現在も毎年秋に開催されています。今回の茨城いずら展では、今年度の出品作の中から日本美術院を代表する方々の作品をはじめ、天真記念茨城賞受賞作品や茨城県ゆかりの画家の作品など
日本画70点を紹介しています。流れ落ちる水の壮大な風景を描いた文化勲章受章画家松尾敏夫の白糸の滝、豪華絢爛に咲き誇る秋田角館の桜を描いたひたちなか出身の画家名場為光一の爛漫など、現在日本画壇で活躍している画家たちによる豊かなる美の世界をお楽しみください。詳しくは県天真記念いずら美術館までお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしています。茨城県近代美術館では3月20日水曜日まで企画展2年後自然と芸術そしてレクイエムを開催しています。東日本大震災からおよそ2年、あの日を境に私たちと美術との関わりも美術への見方も変わったのではないかという視点で企画されたのがこの展覧会です。川口達夫や井上尚など独自の視点で自然の本質を捉えようとしている現代作家の作品や、関東大震災、阪神淡路大震災、東日本大震災などと関わる横山大観、木村武山らの作品により構成し、人間と自然との本当の関係について考えます。会期中はシンポジウムや出品作家によるアーティストトーク、横山大観聖戦流展鑑賞ワークショップ、男はつらいよ虎次郎紅の花などを上映するウィークエンドシアター、ミュージアムコンサートレクイエム明日へなど様々なイベントを開催します。ぜひお越しください。詳しくは茨城県近代美術館までお問い合わせください。県庁4階のいばきら TV スタジオから飯村里奈がライブで配信してきましたいばきらモーニング、続いては飯村里奈の豆知識です。今日の豆知識はこちらです。キリンです。首の長いキリン、皆さんもご存知のことかと思います。そんなキリンの寝姿について皆さんは知っていますか？キリンの生息地は主にアフリカなどの暑い地域です。弱肉強食の世界で野生のキリンは敵に襲われないかと警戒しながら生きているので、立ったまま寝ることが多いようです。睡眠時間は10分から20分、長くて1時間とされています。しかし動物園のキリンは襲われる心配がないからか横になって眠ることも多いようです。その寝姿とは、足を曲げてお尻を枕にします。とても面白いですよね。この週末キリンを見に動物園に行ってみてはいかがでしょうか。以上、豆知識のコーナーでした。この後はオンデマンド番組、そして12時20分からのいばきら TV ステーションをご覧ください。番組の最後は皆さんからの行ってきますメッセージでお別れです。引き続きいばきら TV をお楽しみください。皆さんのご関係は？いや、友人です。友達で今日はどちらに？いや、今から朝ごはん食べに行きました。朝ごはん、今日朝ごはん何にする予定ですか？いや、特にフラットその辺の目についたもの、目についたものを食べちゃうかな。朝ごはん食べた後は、この後はとりあえず、いろんなお店を回る。いい店に回れて、お買い物ですか？そうですね。はい、いや、今日はいい一日になると思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。朝ごはん食べに行ってきます。